第3回全島共通テストもしこういうことやっちゃう人がいるんですよ本当に。だからね申し訳といた方がいい。なんで。そうで始まりましたムチちゃんです。さあ待ってません。はい。来ていただいてもまだ名前決まってないけど、まあもうこの頃には決まってて出てるでしょう。はい。では行きましょう。と第3回全国共通テスト、ちょっと個人もうぴったり個人気や。なんですか。鳴ってるから音が全部入っちゃう。第3回全島共通テストもし、はい、では行ってみます。じゃあまず英語からいきます。英語リーディング。では行きます。はい。第1問質問の A 43。はい。ちょっと間違えてます。間違えてるとか。間違えてます。もうこんな、はい、第1問 B142 間違えてます。あらららはい、次第2問いきましょう。1問1問2、はい、続いて第3問 A がここちょっと時間なくて飛ばしたところなんですけど、なんで第3問飛ばしたの。いやここ一番飛ばすのが一番いいかなと思って。その理由は2問しかないのに、6点分しかないのに5分かけるって書いてあったんで。なるほどね。噛んでも当たりそうって。それとまあつまりは終わってないってことね。はい、そうです。なるほど、まだ終わらない。第3も B。 あ、そうですね。はい、はい、また書いてない。ちょっと思い出します。もうこういうことやっちゃう人がいるんですよ本当に。だからね申し訳といた方がいい。印つけなかったりするからね。はい、だ第5問でやっぱ取れてないってことは読解力がやっぱないからね、まだね。はい、では行きます。第6問1、2、3、4。そうですね、ここの時は罠だったんですよ。トイレグラムの時はい、全然ダメですね。はい、書いていってください。正解を数えた方が早いのか、罰を押した方が早いのか、わからないぐらいの。なんで書く必要ないじゃん別にこんなのって。あ、そうですね。そう、ここにバツバツって書いて222で足して6じゃん。賢い賢いっす。はい、ということで全部合わせると本当どっちでも同じですね。51点。すごいなぁ。いやぁ、そこどっからその自信が湧き上がってくるのか。いや結構練習の段階では4やってたんですよ、うん、8割ぐらいで。全部通しでやってないですけど、うん、1個ずつやってる時は時間も上がってやって、うん、7、8割いけてたんで、うん、それを連続してやればいけるのかなと。いえ本番は限られた時間こうまとまってやってきますから、はい、一個一個自分のエナジーが満タンな状況で解いてたってダメなわけで、疲れがあったりとか緊張感があったりとか、そういうのを味わわなきゃいけないので、だから模試は大事なんです、はい、そういった面でね。リハーサル、はい、まあぶっちゃけ全然ダメですね。第2問だけ全部解けたんだね。そうですね。ちょミスったなと思ったんですけど、問3解いてぐらいから集中のしすぎで頭が痛くなってきて、それ一個ずつ問題解いてるとかってやってるからで、やっぱ投資で解かなきゃ意味ないから、ちょっと落とさないといけないなと思って解いてたんですけど、いやもうだって第3問1個ポロポロだからね、話にならないわけで。そもそも30点分でめちゃめちゃ力使って、あとボロボロとかって意味わかんないから、まだやっぱ根本的に読む力がないだろうね、解く力の前に。で文法構文はどんな感じなの今。文法は正規先生のポラリス1、まあ3週ぐらいして、構文は英文解釈の基礎100、まあ2週ぐらい。基礎100理解できてる。構文取れんの、取れてないんじゃないのって思うけどな。構文は結構自信あります。基礎100のレベルまでいってんの本当に。入門70すら危ういんじゃないのって思うけど、これ見ると構文が、いやでも一番得意。得意なの。文法とかのが苦手。それなのに読めてないんだね。はい、それは弱点をちゃんと分かんないといけないですね。はい、じゃあリスニングいきます。あとやっぱね、チェックを忘れちゃってるとかもね、怖いね。そういうの本番で起こると怖いからね。次からはちゃんと。次から次とか。あと1回もう数が少ないよ。はい、まず A ですね。4、3、4、3。はい、2回読まれるのに。いや、これもちょっと覚えてたからよかったですけど、まあ少し忘れてます。少し忘れないで。第4問からかなり自信ないです。甘くないんだよ、受験は、そんなに。いきました。さあ、何点の高っていうと、61点ですね。はい、なるほどね。まあ、まんべんなく取れてないね。やっぱ第
1問第2問でも取れないんだな。まだまだってことかな。はい、こっからどう上がるかだよね。まあリスニングはまだだって大してやってないもんね。30分ぐらいは聞いてるんですけど、うん、あ、そっか言ってたね、30分ぐらい。なるほどね。いや、こっからどんだけ上がるかですね。はい、では国語いきます。国語は漢文も利用する形でいきますよね。はい、そうですね。はい、ではいきましょう。はい、現代文評論からいきますね。はい、はい、漢字間違ってる。いい、やばいっす。はい、でダメだったのが、もう俺がつけちゃうよ。はい、でかいね、なってね。はい、だからこれ2問落としたらもうそれだけで終わりみたいな。30、37、評論は37です。続いて小説物語文でございます。でかいよ、一問が落としちゃいけないんですよ。20が3、まあ、はい、なんでこれはでっかいのかなり落としちゃったね。6、14、22、27、27点半分ぐらいになっちゃうわけだ。怖いなぁ。古文来た時残り8分ぐらいしかなくて、うん、ほとんど防戦のとこしか読めてない。はい、そこしかあってないです。うん、1問だけ。はい、7点低い。漢文でなんか共通テスト利用の時古文できなきゃ困るんだけどな。はい、いや、はい、あげます。4、これはもう5点。いや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 、これはまずいっしょ。漢文はまだ入ってない。違う、これさ、現代文にどんだけ時間かけたわけ。10分、25分、25分ぐらいです。60で、だって80分じゃ、20分はもう。じゃもうちょっとこっちにかけてみました。合わないよ、だってこれじゃ。これじゃ60分だから、20分。これ30。まあいいや、まあいいや、とにかく時間かけすぎてるだろう。はい、古文に使わなきゃもっと、だって古文をやってんでしょ、だって。古文結構、今古文めっちゃやってるんですけど。それで7点ってどういうことですか。いや、難しかったです。難しい、だって時間なかったっつうじゃん。難しかったのと、まあ、単語ぐらいはいけてるかなと思ったんですけど、うん、単語っていうかその防線部の意味答える問題何もいけてなかった。6422点だから76点。200点満点中76点です。やばいっす、はい、やばいっす。当然、はい、だから全然まだまだですね。はい、受験そんな甘くないです。いただきます。世界史 B ですね。はい、いきます。世界史やってんじゃないのだって。いや、世界史が一番時間使えてないです。48、60。はい、6割ですね。いや、そうです。まあ、まだまだ。いや、大丈夫なの、これ。いや、でも1ヶ月後にあるんで、また。同じが最後の最後でもし、そこでそれまでに大丈夫なんですか。間に合いますか。間に合わせます。何を。いや、もう全科目は無理でしょ、どう考えて1ヶ月しかないから。いや、でも本当に英語は、うん、共通テストに慣れてないのもあると思うんですよ、うんうん、参考書は結構読めてるんで、うんうん、なんでまあ英語はまあこっちに合わせるっていうのと、うん、よくわかんないけどね。はい、で国語はそうですね、ここは時間短く解く練習、うん、なんか過去問とか英語解いたりした方がね。はい、何台のやつ、まあ、東洋一台あたりは、うんうん、まあ、7割は超えるかな。なるほどね、うん、現代文も古文も英語もニットコマ線なら7割は、まあ、超える。英語だけでも7割ってこと、うん、はい、マーチだったら7割じゃ全然足りないからね。日大7割とでもマーチじゃ何人全然手に太刀打ちできないので、はいはい、まあ、そういうもんだからね。マーチで7割とっても総計じゃ全然取れないから、まあ、2段階ぐらいあるってことです。そういうことです。まだまだなので、はい、はい、じゃあまあ引き続き一生懸命やってください、はいはい、頑張ってやってくださいということでした。はい、はい、ぜひ応援してあげてください。はい、ありがとうございました。テクウォッチング、はい、という結果です、はい。